ファーストキスの思い出は？ないです。まだ、はい。恋したことなかったんですよ。そもそも彼氏もできたことなかったので。それほんま？ほんまなんですよ。私が何でも答えます。じゃあ一つ質問なんですけど。お願いします。はい。バッチバチな関係になった時の対処法を教えて。何があったんや。愛してるよ。愛してるよ。愛してるよ。みんな愛してるよ。さあ今回のラブトークお相手でございますが、今日好きの桜編でいろいろ頑張っていただきましたマリサちゃんでございます。お願いします。はじめまして。本当はね、マリサちゃんとはこの今日好きの桜編が終わって特別編でいろいろ喋る予定やったのよ。そうなんですね。で俺がまあコロナに感染しちゃって、ちょっと特別編には参加できないということで。そうなんですよ。だから覆ってないねんな、桜編のコート。そうなんです。だからちょっと会って喋りたいな、その後どうなのとかも含め、あとはまあなんでこの今日好きに出るようになったのかとかも含めちょっといろいろ聞きたいことがあったのよ。なるほどです。高一やろ？高一です。バケモンよね。とんでもないです。だって高一に見られることないやろ。だいたい上の方に見られちゃう。そうやんね。はい。だから今日好きでこの現場で見てて大人びてて、だからどういったこの生い立ちを経て、どういった恋愛を経てこう今があるのかを聞きたかったのと、お母さんから DM 来たのよ。インスタで、あのうちの娘がお世話になりましたみたいなんで、で何気なくお母さんのアカウントを見たのよ。激チャラいな。お母さんいくつ？お母さんは、まあ、年齢公開してないんですけど19歳ですね。あんま聞いたことないもん、おかんが年齢非公開って。基本いつもこの質問カードを引いてもらっていろいろお話聞くねんけど、その前に順調？順調です。その辺を聞けてないから。ああ、そうですよね。今だから付き合って3ヶ月、はい、あんまり会えないか。そうなんですよね。結構遠距離っていうのもありますし、うん、お互い結構忙しくて、うん、会う時間がなかった。高一で遠距離なんかもつらいやん。そうですね。でも先週会いました。太田か。はい。今のところじゃあ別に大きい喧嘩もなく。そうですね、なく。じゃあもう桜編の最後の生き残りはマリさんところか。そうです、生き残ってます。みんな別れちゃったやろ。そうなんですよ。まあ過去で言うと綾乃とかも出てくれてんねんけど、このチャンネルに、うん、続いてほしいのよ。そうですよね、やっぱり。せやねん。でもなかなかさ、でもこれもしゃあない、別れんの俺しゃあないと思ってる。高校生の時に俺自身も3ヶ月以上恋愛で続いたことないもん。あ、だから今で十分俺は超えてるから。あ、本当ですか？もちろん。だからそれはええことやと思うしな。だからできる限り仲良くしてほしいなってのもあるし、だからこそこの男側の気持ちも分かってねっていうのをこういうラブトークでお伝えできたらなと思って。わかりました。よろしくお願いいたします。から3番目。1、2、3、1、ごめんなさい。はい。スタイル維持の方法は？スタイル維持の方法？いや、だってめちゃくちゃ細いやろ。いや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 、参考にしてる人とかいるの？このスタイル維持する上で、マッサージ系はなる姉さんって YouTuber さんがいるんですけど、うん、とか筋トレだったらひなちゃんねるさんとか、うん、ダイエッターさんがいて、うん、それ投稿してる方がそういうのを見て筋トレしたりはたまにします。もうビリーズブートキャンプとかはもう、ごめんなさい、わかんない。一世を風靡したビリーズブートキャンプがわかんない。わかんない。どうなりたいの、この将来は。将来は佐藤健さんがすごい俳優さんの中で好きで、うん、憧れてて、うん、いつか佐藤健さんと共演できたらなっていう目標ですね。女優さんとかモデルだけじゃなくて、そういうのにも踏み出してみたいなっていう、チャレンジしてみたいなのはありますね。いくつから好きなの、たけるくんのこと？でも最初はフィッツの CM の時に、うん、多分お母さんが聞いたんですけど、すごいかっこいいって言ってたって。何歳ぐらいの時？結構ね、3歳5歳とかじゃないですか。
わかんないですけど。まあでもそれぐらいやな。いつの CM あたりから気になってたらしくて、テレビとかで、うん、最近好きになったの、本格的に好きっていうか俳優さんで好きになったのは、うん、恋はするけどどこまでって、うん、こいつぞな、こいつぞを見てから、うん、あ、めっちゃいいと思いました。そうか、それが一個の目標や。そうですね、もうお会いできることが目標。手っ取り早くじゃあタケル君に会うための方法教えたろか。あ、もうぜひ教えていただきたい。これ間違いないから、はい、千鳥ノブとつながればいい。あ、そこまでが長そうですけどね。で、千鳥ノブとつながるにはどうしたらいいか教えたろか、はい、俺とつながればいい。ぜひ仲良くしてください。じゃあ5番で1,2,3,4,5。ファーストキスの思い出ないです。まだ、はい、順調にもし恋を省くめばリオンとすることになるの。そうですね。あんの、なんかこの理想というか。他の子にもびっくりされるんですけど、うん、高校の子とかも、うん、そこまで全然興味がなくて、うん、でももう今日好きの中ではさ、はい、手繋ぐはしてるやん、はい、でこう結ばれた時もハグもしてるやん。もうハグの次がキスやな。まあ確かにそうですね。そう思うと、だから恋愛に対してさ、そこで前向きすぎはないわけやの。きっかけは何やったの、今日好き出ようと思ったの。今日好き出ようと思ったきっかけは、本当にもうなんか中学校とかもそういう恋愛する環境じゃなかったんですよ、うん、で、このままやったらほんまに恋愛できんわと思って、うん、で、オーディションがあったので、で、もう絶対参加してみようと思って。恋したことなかったんですよ、そもそも彼氏もできたことなかったので。そう、ほんま？ほんまなんですよ、ほんとにもう恋もうしたことなかったんですよ。でもモテるやん。全くモテないんですよ。いや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 、俺15歳って知ってるから、この今普通に喋れてるけど、これ映像だけ見たら銀座やん。告白はされたこと、うん、まああるんですけど、ありがとうぐらい。あ、それでだからじゃあ付き合うわって踏み込む気もないし、ない、じゃあ恋愛やろうかっていうテンションでもなかったところに、でもこのままじゃあかんなと思ったんや。そうなんですよ。でも高校生でなんか周りが急に声し始めて、うん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか置いてかれてるみたいになっちゃって、うん、これはやばいなと思ってオーディション受けて、合格して桜編に出るってなったんやろ。はい。え、じゃあちゃんとした恋愛が今リオンと初めてや。初めてですね。どうなの、思ってた恋愛と実際に自分がやってみた恋愛。あ、でももちろん、まあ、遠距離すぎるっていうのもあるんですけど、うん、まだあの同じ高校の子とかと付き合ったことがないので、うん、わかんないんですけど、まあ、自分の予想ではなんか毎日みんな会うじゃないですか、うん、でもそれができないので。そこはやっぱ寂しいの。そうですね。じゃあ今は電話 LINE？ LINE が多いですね。なんかリオンの方も結構お仕事とか忙しいので、うん、で電話とか LINE もできる時間が少なくて、うん、すごいよね。だから高校生で働きながらってことやろ。そうですね。そらこんなこと言いたかないけど、そら別れるわな。まあ好き嫌いになるとかじゃなくて、多分忙しくてやろ。忙しくてだと思います。せやな、そこやな、うん。まあじゃあおいおいか、ファーストキスは。そうですね、まあいつか。あ、どうなんだやろな。あ、自分では分かんないですけど。もうそこはもう男子のエスコートに任せる。そうですね、多分自分から行くことはないと思う。でもじゃあ先に言うとくな、はい、リオンになるのか別の先々の彼氏になるのか置いといて、ファーストキスやんか、男からするとやっぱり普通のキスとは違って、より一大イベントなわけよ。やっぱ初めてやから。だからそれはもちろん順序立てて、しっかりムードも含めいろんなことを多分考えて、その時の男の人はしてくれると思うけど、思ってる以上に、あ、この男キスしようとしてくる感出してくるから。そこをあの関西人のノリで、いじらんといてな。あ、分かりました。めっちゃキスしようとしてきてるやんとかやめてや。分かりました。もうそれ一番最悪やから。そうです、うん、関西女子のあかんとこ出したら、あかんとこ、ちょっと絶対内緒でサプライズしようとしてくれてるんやなっていうのは心で思っておきます。そう、心で思っといて、はい、そこ大事やから。
上から2番目で、うん、2番目1、2、はい、あ、私が何でも答えます。何か聞きたいことがあったら何でも答えるよという。じゃあ一つ質問なんですけど、お願いします。はい、なんかこういう芸能界ってやっぱライバルと、うん、どんだけ仲良くてもやっぱライバルってあれじゃないですか、うん、そういうのでうまくやっていける方法って揉めないよ揉めないっていうか、なんていうんですか、バチバチな関係になった時の対処法を教えて。何があったんや。もしあったとして、これからもしあったとしたら、あんま気まずい雰囲気になりたくないじゃないですか、うん、まあ、一緒に仕事していくので、うん、なのでその時の対処法というか教えていただきたいな。だからマリサと、わからんけど、じゃあ同じ人を好きになった共演者がいた、ここでバチバチなったってことやろ。まあ恋愛じゃなくても普通にも仕事でも、でも、もうそれは仕方ないと思う。あ、まあ、仕事していく。うん、だって例えばじゃあ俺らで言うとさ、後輩が俺らより売れるなんてこと山ほどあるし、でもその後輩に対してなんやねんって思うで、うん、思うけど、でもこれは仕方ないやん。実力社会でもあるし、で、あとはその時の運が必要やから。運も必要。そりゃそうやで、だって俺らなんかさ、運のいいことに2008年 M1 優勝できたけど、それは優勝できたけど、一応実力はあって、それに運もあったから優勝できたや。でも変なし、自分たちより先輩とかで、俺らより絶対おもろいけど俺らより売れてない人もいるし、もちろん逆もおるしな。そこをいがみ合ってたらもう精神すり切れるから。だからマリサが妬み、そねみでいいってなるのは我慢でいいやん。そうですね。でも相手が言ってきた時やろ。そうなんですよ。でもだってもう相手が言ってきてる時って、もうすいませんって謝っても向こう怒るし。そうなんですよ。あ、怒ってらっしゃるんですねって言っても相手怒るからもう何やっても怒ると思ってた方がええで。だからもうそれはもう手っ取り早いの教えようか、はい、マリサが売れてその相手に共演 NG 出すねん15歳でもうそこの何ていうの、対処法を得ようとしてんの早いってわかんないですけど、まあ路線変更するとしたら、そういう新たなチャレンジ、リオンからしたらもう今願ってるやろな、マリサキッズ仕事ありがとう。はじめまして、すねめさん、よろしくお願いします。お前そのまま育てよ。わかりました。 I know you're gonna dig this。 最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。